はい、今日はですね、とうとう手に入れました。これなんだかわかりますかね。ヘッジトリマーっていうやつで、よくあのお茶の木とか、なんでしたっけ、あの生垣、あれを整えるための道具ですね。でちょっとこの企業さんから連絡いただいて、あの使ってみてもらえませんかということで、今日試します。こんな変な形、なんかいろいろ出てるみたいですね。でうちもこの山はね、草がすごくて、ノコギリとかでお茶の木買ってたんですけど、すごく大変で、で草刈り機もね、エンジンのやつ草刈り機持ってるんですけど、あれも出してくるのが、準備するのも大変で、なかなかやれてなかったんですが、これは充電式の電動式です。ちょっと電動がどれぐらいのパワーがあるかわかんないですけど、試していきたいと思います。で中にはバッテリーが入ってますね。バッテリーが2つ、こんなちっちゃいので動くのかな。実際のこれで、これをちょっと外すんでしょうね。まっすぐ引き抜けば抜けるようです。そしたらこれがギザギザ動いて、なんかノコギリザメの頭みたいですね。これがギザギザ動くんでしょうね。でここが電池入れるところになっていて、スイッチ式、多分これ安全装置でしょうね。両方押しながらじゃないと回らないタイプかな。早速電池を入れていきましょう。よいしょ、カチ。でこれリリースですね。あ、やっぱこれだけじゃ回らない。この押しながら、おお、おお、わかります。おお、これでどれぐらいうちのお茶の木切れるのかな。こんな感じ。早速試していきましょう。この草刈り機とトリマー、バッテリーがさっきの長っぽいバッテリー、よいしょ、よいしょ、このバッテリーが使えるようになってるんですね。これで、もちろんこのバッテリー単体でここ USB 挿して、こっちかUSB 挿して、充電することもできるんですけれども、ここにこのポータブル電源を使うと2つ同時に、バッテリーを入れて充電することができます。でこのバッテリーも容量も合わせて、これ全体が 600W まで使えるのかなっていうことになってます。でこのバッテリーは、なんかね、普通のモバイルバッテリーよりもちょっと小ぶりですけど、600ワットまで使えて、持ち手がここにありますね。あのよくカラフルなやつが多いんですけど、モバイルバッテリーってこれそんなにカラフルじゃなくて、普通に置いていける感じの色合いになってます。
結構このグレーもねいい感じですよね。でここに 100V のインプット、これ充電ですね、家で充電する時の充電器で充電口、あとアウトプットも出るのか。でこれが 100V、インプットになってて、ソーラーパネルとかからあのここにさせるようになってますね。よいしょ。でここに、家の普通の 100V AC コンセントがさせるような口が2つあります。まあこれ軽くて持ち運びも楽だし、ここで草刈り機とかの充電もできたり、あとこれセットでなんかいろいろ掃除機とかも売ってるみたいで、その辺のバッテリーも充電できるようになってるようです。なので、家に1個あると災害の時とか、あとちょっとした掃除する時とか草刈りする時とかすごいいいですね。ずっと小ぶりでいい感じですよ。ほら全然持てます。はい、それではヘッジトリマー実際に使ってみたいと思います。すごい軽くて、ここにバッテリー2個で、ここを押しながらやると分かりますかね、刃がギザギザ動きます。これで切れてくるんでしょうね。で早速ですが切れるかな。これちょっとね、大物やりに行く前に練習してから行きたいんですけど、この細いの切ってみたいと、お切ってみたいと思います。あ、切れた、いいですね。あ、結構いいですよこれ。ちょっとこれもいってみましょう。これがね出てきちゃってるんで、この辺から切ってみましょうか。あ、切れた。あ、これは切り口こんな感じで、切った後もこんな感じですね。これは結構使えるんじゃないですか。ちょっと早速道を開拓に行きたいと思います。ちょっともうここ道が全然見えなくなっちゃってますね。あの左側が崖なんで落ちると嫌なので少し綺麗にしていきたいんですけど、このツルがこれも切れるかな。切ると。でここはトリミングしたいんですけど、こうやっていけばいいのかな。どうだ。あ、結構変わりましたね。たくさん切れたけど、ちょっとこの調子で進めていきましょうか。ここやってみようかな。ちょっとここの部分切ってみます。
どうですか。あ、なかなかいいですね。このヘッジトリムはこんな便利なんだ。ちょっとずいずいやっていきたいと思います。よし、だいぶやってどうかな、30分ぐらいやったんですけど、バッテリーがまだありますね。結構使える。ちょっと暑くなってきちゃったんでね、さあ今日の作業はこれぐらいにしようと思うんですけれども、だいぶ道がね、まあまだこの辺もまだありますけどね、細かく やったらキリがないけど、ほらだいぶすっきりしたんですよ。これでね、右側は落ちることがないので、ギリギリまで寄れるんですよね。こっち側が崖になってるんで、こっち落ちないようにしなくちゃいけなくて、この右側にどこまで寄れるのか分かりやすくなりました。まあ、車に傷つくのはねしょうがないけど。あー、いい天気だ。よし、またこれでメンテナンスが楽になります。